今回はすすきのの事件ですよね。すすきの、安倍晋三元総理が凶弾に倒れ亡くなられた日に、その夜あなたはすすきので風俗場の女性の方々を呼び、またちょっとした乱交パーティーを開いていた。開いていただけならば、まあそこまで叩かれないのかもしれませんが、乱交パーティーを開いていた夜に、あなたは安倍晋三さんに対する投稿をこう書いた。安倍晋三氏が亡くなられた夜、私は呆然として何も手につかなかったとツイートしました。いや、完全に嘘だ。しかもその嘘がまた乱交パーティーだったんだから、これもうそら面白いですよ。そらもうネット上またお祭りですよ。しかもガーシーにバレたんですよ。なんでだと思います？もうあなたがやっていることは世間のみんなはおかしいと思ってるから。あなたがすすきので、しかもご丁寧に、これガーシーに言わないでくれって言ったそうですね。もうそこまでバレる時代なんですよ、三木谷さん。それがあなたが無理やりお酒を飲ました、女性から無理やりお酒を飲まされたって、ガーシーのところにもういきなり暴露されたわけですよ。三木谷さん、まずあなた謝らない限り外でお酒飲めませんよ。もうどれだけ隠れても、まあだってあなたが好きなことが乱交パーティーなんですから、もう5人10人女性呼んだら1人ぐらいはガーシーの友達の友達ですよ。これあなたはもう残念ながら、あなたがこの世で最も大好きな乱交パーティーを開くことはできない。まずそれを、その事実と向き合うことだ。いや、本当なんですよ。でもこれって私、いいことだと思います。陰でこそこそ悪いことはダメです。それができなくなる、そういう世の中が始まったわけじゃないですか。だから三木谷社長、これ諦めましょう。そして今回久しぶりにした投稿も含め、炎上した過去の投稿も含め、とにかく一刻も早く謝るべきです。あなたはまたこれから10日間ぐらいツイートをやめるんですか？そして10日後に予告しておきますよ、あなたが投稿したらまた炎上します。そして笑い事ではないことがやはりあるわけです。村上和也、ビズリーチの多田社長、この2人はウクライナの美女斡旋事業に関与していました。まずウクライナの美女斡旋事業というこのフレーズ自体がいかがわしさ以外の何物もございません。そしてこれは私が捏造したわけではなく、事実を素直に伝えれば、あなたたちがやっていたことはウクライナの美女斡旋事業です。その事業に関与していた人が2人も最近変死しました。これをもって直ちに三木谷さんがあれしたということではありませんけれども、ネット上では関与していることによって
口封じのためにあれになったと、たくさんの情報が流れ、多くの国民は疑念を抱いているわけです。三木谷社長、あなたは村上和也氏、ただ社長、仲間だったんですよね。弔いのコメントも出さないんですか。今回の三木谷社長が関係しているウクライナの利権、これは世界最大の闇の一つです。あなたはゼレンスキー大統領とも関係して事業をしている。今日も長いので話しませんけれども、なぜウクライナ民族の国でユダヤ人のゼレンスキー大統領が大統領になっているんでしょうか。そこにあるアメリカとイスラエルとウクライナが関係するさまざまな闇、そこにあなたは巻き込まれてしまっている。その闇は世界的なスキャンダルに発展する可能性があるんではないですかね。だからウクライナの美女斡旋事業に関係した村上和也氏、ビズリーチの多田社長、死にました。こういう世の中を三木谷さん正さないといけないでしょう。あなたがあれしたかどうか分かりませんけれども、少なくてもあなたは三木谷ルームでちょめちょめしたり、モデルの卵や若い芸能人を呼んで楽天と仕事をするためには俺とちょめちょめしようと今もやってきるわけじゃないですか。ちょめちょめの内容についてはそれぞれがご判断ください。でもね、もうそれで基本犯罪レベルですよ。あなたはそうやってお金と権力にその暴力を使って弱い者の人生を今踏みにじってきましたよ。三木谷さん、それはダメだ。そんな社長がいる会社は必ずダメになる。私たちは何度でもそれを言いに来るし、これは三木谷さんあなた一人だけの問題ではないんです。冒頭も言いましたが、あなたのように社会の模範になる人たちが率先して悪いことをしている今の世の中だから。例えばゼレンスキー大統領もそうですよ。アメリカの大使のラーム・エマヌエル氏もそうですよ。そういう世の中の模範となる人たちが若者に隠れて率先して悪事を働いているんですから、これを直すことこそが私は国や世界を良くするためにこれは必要なことなんです。だから三木谷さん、何度でも来ますから、あなたが悔い改めるまで、あなたが悔い改めればあなたの周りも同じようにそうなってくれるでしょう。私は別にあなたは憎いからというわけではありません。行きがかり上、私たちの仲間のガーシーがあなたと敵対することになり、私たちは仲間としてあなたとこうやって対峙することになった。しかし
それを超えた先には必ず国が良くなる。私たちはそう考えておりますので、本日もお騒がせいたしましたが、また参りますので、どうか今後ともよろしくお願いいたします。